はい、こんにちは。フラットチャンネルのパパです。今日はですね、スシローがカニ尽くし、今シーズンは一度きりと書いてあったので、スシローにお邪魔しようかと。二度目はありませんって書いてありますね。売り切れごめんということで、今回は夕方何時頃だろう、これ5時前4時半ぐらいかな、スシローにお邪魔しようかなということでお邪魔いたします。店内入りますね。あんかけカニ茶碗蒸し、あんかけカニ茶碗蒸し、カニが出てきたよ。ほら、店内にもカニ尽くし、二度目はありません。今シーズンって書いてありますね。カニ尽くしいただきましょうよ。カニ尽くし、カニ尽くし、カニ尽くし、カニ尽くしです。ということで注文しようかなと。頼んでいい？とにかくね、ママさんがね、カニ尽くしこれ行きたいということで、ほら慌てて注文するものでね。ーで、パパさん注文しようかなと思ったら、ちょっと待ってって言われて、全部自分の食べたいの先に注文するという、まあ素晴らしいですよ、カニに対しては。だってゆっくりがいいですね。はい、サンキュー。ゆっくりこうやってね。いいの？俺やってみよう。1個ずつしか頼んだらないの、うん、これも頼んだってね、うん、カニ系は全部いったよね、うん、カニ系はほとんどいった。カニ系はほとんどいったみたいです。カニエウエストもびっくりですね。取りにくいな。取りにくい。これね、仕切りがしてあるのでね、ちょっと取りにくくなってるんですよね。はい、次から次へと来て、次から次へと取ります。お、いいね。はい、来ましたよ。一部まず先に来ました。カニマヨ、これはカニの松前漬け。カニマヨ、違った、こっちがカニマヨやった。そしてカニの、これ富山のないだっけ、富山寿司、カニ寿司、あんかけカニ茶碗蒸し。まずはどれから行ったらいいの。はい、ということでタルタルもらいました。パパさんはね、カニよりもエビの方が好きなんで、でもまあいただきましょうね。あんかけ茶碗蒸し、とろっとしとる。あんかけカニ茶碗蒸し、カニが出てきたよ。はい、カニクリームコロッケもこれ半分もらいました。
熱々でしたね、これはすごいですよ。はい、いいことどうぞ。これ何もとつけて食べる、このままでいいやつね、多分。ガーリックチップが出てるんで、ハンバーグ。カツオガーリックマヨって書いてある。うん、バッチリ味ついてるよ。ティラミス凍らしちゃいました。11月10日数量限定、北海道ミルクレープメルバー、これを注文しました。いや、回転寿司はすごいですよね。こういうスイーツ系も力入れてますもんね。本当に美味しそうです。値段も安いですし。泥棒やんけ。ママさんに取られました、またもや。ティラミス凍らせちゃいました。取られた。これね、凍らせてあって、まあカチカチではないんですけど、ちょうどいい感じの硬さで、非常にね、口の中に入れるととろけて非常に美味しかったですね。うまい。なんか、ラズベリー、何これ、いちご、俺そんなとこ食べとらんのに、いちごの風味がしたよ、口の中。すごい、ゼリー、ゼムかかってやっぱりアイスクリームも入ったんや、ほら。ああ、だからや。それぐらいか、200円、200円、200円です。そんな、それも180円。お支払いはですね、 GoTo イート食事券で支払います。今回は3520円でしたから、500円券7枚使います。カニ尽くしを中心にですね、エビやらカツオやらイカやらいろいろ食べて3520円。いや、スシローはお得ですね。カニ尽くし、カニエウエストもびっくり。さあ、それでは帰りましょう。時間がね、5時ぐらいなんですけども、真っ暗ですね。早いですね、日が暮れるのが。スシロー今回カニ尽くし2度目はありませんということで行ってきました。11月23日まで開催中です。じゃあね、バイバイ。